負けた。
これまとめよ。空気読めるね。ね、ね、まさにいいね。いい感じ。お、目覚めた。最初はグーっぽい。素揚げだ。お、最初はグーっぽい。お、最初はグーっぽい。はい、チートス、フットワーク。もういいね。あ、それいい。最初はグーだけっぽい。あ、なんか。なんで最初はグーだけっぽい。あ、そうね。あ、さっきちょっと。そう、マジで。ここにも。あ、もう結構、最初はグーだけっぽい。あ、おっぱいで。最初はグーだけっぽい。はい、リベンジ。はい、叩こう。最初はグーだけっぽい。最初はグーだけっぽい。最初はグーだけっぽい。本人。最初はグーだけっぽい。シミちゃん。ラーメン来た。はい、参加者の名、ね、最初はグーだけっぽい。おかった強いね。最初はグーだけっぽい。2人で、さり空気読むよね。あ、そうね、やっぱり。あ、ホールドできたくなる。はい、最初、うん、ほい。おー、始まった。はい、はい、始まった。あー、絶対決めてない。はい、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 最初はグーだけっぽい。あ、待って。おお、誰もないやろ。あはは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 はいや、頑張れ。あの、もらった人は、うん、最初はグーだけっぽい。おすごい。おお、最初はグーだけっぽい。おお、最初はグーだけっぽい。おお、あと3人。じゃあ3人でしょうか。最初はグーだけっぽい。あー、おめでとうございます。やったー。大丈夫、うちはあるけどね。いや、ちょっとありまーす、ありますね。お、うまい子や、うまい子。ポタージュとミンテクになるトライアルに。自分は子供と思ってる。はいはいはい。最初はグーだけっぽい。最近のお子さんも大きくなりましたね。大分の電気屋さん、武田の電気屋さん、車の電気屋さんから営業いただきました。参加者のみ。3本にする。1本ずつですよ。3本です。3本。はい、もちろん。はい、じゃあ、いくよ。勝った人ね。最初はグーだけ。怖いよ。最初はグーだけっぽい。最初はグーだけっぽい。
最初はグーじゃんけんぽい。うわ負けた。あれ僕に行こうとはいないよ。もう一回行ってくる。最初はグーじゃんけんぽい。おめでとうございます。じゃあと2本やろ。実は1本でしたけどね。あと2本はい、高性能エンジンオイル3リッター。軽自動車なら大体 OK。 いいですか、ね、これは女性の方、まあまあ、女性の方に主婦、女性の方にじゃあ買った人、最初はグーだけポイ。女性よ。参加者だけ全員でこれまとめて。おっ、よくない。じゃあ負けた人、最初はグーじゃんけんぽい。お前帰ってしまった。最初はグーじゃんけんぽい。おっ、やるね。一番美味しかった。やるね。やるね。やっぱ還暦は違いますね。森田さん、僕の心じゃないですか。やっぱり次の車検まで行く。皆さん、これで無事終わらせていただきました。ありがとうございました。今日一日、はい、年度的にもそれちょうどいい。何も考えなかった。次なんですけども、第2戦7月28日にまたウィゴみたいな形で競技会を行います。エントリーが2ヶ月前の5月それも最後の日曜日くらいからエントリーが始まります。今日もありがとうございました。事故もなくトラブルもなく無事終わりました。次回7月の旅、皆さんマルキチューをいっぱいしてきて見てください。早いやつがいっぱいいましたから。ぜひ次回もぜひ参加してください。超なんか軽トラックが迫力あってすごく面白かったです。はい、でグリップもいろいろと仲間を集めて参加してみてください。はい、で特に一人も頑張りましょう。いやタイヤさんやっぱ自分タイヤさんやっぱ。じゃあ次回も7月28日もぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ご安全に帰ってください。あの、やんな感じ。山下さん、7月は遅刻戦後で中にマイティー。わかった。
手に持っとるよ。いいや。芋引くなよ。俺もお金欲しいけん今度着るからとよ。1個あげましょうか。